べたやつある。ちょっとでかいね。ちょっとでかいね。いいよ。うちのチャンネル。うちの。あ、ダメだ。大丈夫大丈夫。お？え？さあ皆さんこんにちは。私大福と申します。よろしくお願い申し上げます。ということで今日はね、はい、特別ゲストの家に来ていますこの方です。挨拶の方よろしくお願いします。チンチンハレージュどうも純平役でなくしてチン役でーす。ちゃんと始めましてって言いますか。始めまして。ということでね、初対面で家に来ちゃいました。やばすぎますよね。やばすぎる、やばすぎる、マジで。最近実写の動画を僕も撮ったっていうことで、はい、で、その時に思いついたのが、新役さんと実写動画撮ろうっていうふうに思ったのが、一番すっごい嫌そうな顔してる。今見えてないと思うけど、めちゃくちゃ嫌そうな顔したからね、今。いや、なんかそこで私が出てくるあたり、いや、でも、大好きなんだなって。アイドルの開始。今気持ち悪いの決まり出たと思うんだけど、アイドルの開始だね。頑張りました。頑張りました。それ言わないんだ、はい。ありがとうございます。はい。ではね、私が昔あげた、このプレミアゲットというか、負けてかまされた、フェンチャー人形も大切にしていただいてるっていう。そうですね。はい。はい。ちゃんと。なので、陳役さんというコラボさせているということで、させていただいているということで、いいねの。家の方で落ち着いてください。女の子の家って緊張するじゃないですか。緊張しますよね。緊張するくないですか。いやー、ありがとうございます。ガチ初対面。ガチ初対面。ガチ初対面なんですよ。ということで今日はね、はい、ただ女の子の家でスマブラをする、まあ、これ自体でも夢ではあるんですけども、それだけで面白くないかなっていう風なことで、今回罰ゲーム的なところの要素も作りたいなっていう。はい、罰ゲーム。私はお任せでキャラを選びます。うん、で、千秋さんはもう好きなキャラ、おそらくウルフかなっていう、はい、強いキャラを選んでます、うんうんうん、で、僕が一生するためになんか今ちょうど千秋さんの部屋なんですけども、うん、部屋の一箇所をまさぐらせてもらいたい。まさぐる気持ち悪い、やだ最悪絶対嫌なんだけど、ちょっと傷ついてる部屋の一箇所を探らせていただけたらなっていう。間違えちゃったんですか、まさぐる。まさぐるちょっと間違えた。間違えた。今マジで新しく編集店作り直そうと思って喋る。今ガチで。いや、2箇所探らせてもらえたらいいな。あー、OK です。まあ、OK なの。ちょっと OK で言っちゃった。まさぐるはダメだけど、探るのは。はい。まあ、とは言いつつ、まあ、それで、まあ、フェアじゃないなっていうふうなことで、で、私の方で千秋さんに何ができるのかっていうふうに考えた時に、基本的にはやっぱお金以外ではないなっていうふうに思って。お金、はい、お金です。お金をかけると賭博罪っていうようなところにかかっちゃうかなと思うので急に現実的。いや、そうなんですよね。一応親族の弁護士に確認して、それは賭博罪になるというような形で言われてしまったので、はいはい、まあ、ただゴチになりますって言われており、ご飯なら大丈夫ですよ。おおお、なので、うん、一生するために1000円、2000円、4000円、8000円、1万6000円みたいな形で、ちょっと倍々、上限額を倍々上げていって千秋さんが勝つために、はいはい、いいものをおごるっていうような形でどうかな。ありがとうございます。思ってるんですけど。全勝します。全勝するの。では、愛戦の方に行きたいと思います。愛戦の方に。はい。はい。今日なんか見せたいものがあるって。まだ見せなくていい。あるんですよね。あるんですよ。今日ちょっと気合いを見せてくださいよ、皆さんに。今日なんと、私、はい、これペンじゃないってんですけど、今日ちゃんとね、千秋さんの家に来るっていうことで、今日プリンちゃん T シャツの方で来てるんですよ。映ってるかな？これ映ってると思うんだけど、どうこれ、プリンちゃん。うわー、怖いなぁ。なんで怖い、気合がちょっと違う。めちゃくちゃ可愛いじゃん、プリンちゃん T シャツ。そう、一応でもね、外で着れるように上にね、こういうのかあー、ほら、隠してる、隠蔽。さすがにでもね、私ぐらいの年齢でこれで外出れないっすよ。そう、出れる、可愛いよ。出れるわ、ちょっと可愛い、可愛い、体よ、マジで。そういうとこだよ、今日負けたらそういうことだよ。負けたらこういうとこで、そうそうそう、負けてるって酔ってるところで負けてるってこと。そういうことです、全部取りに行くわ、お任せ。よし、じゃあやっていきますか。はい、あ、間違えてオンラインにしちゃいますよね。心の距離が心の距離が出てたからな、今な、私の部屋に来てね、やれてるやん。今のちょっとごめんごめんごめん、なんで、なんで対戦、対戦とガノンが何、おかしいですか。うん、おかしい。え、いや、ちょ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 、説明いります？うん、いる。あ、じゃあじゃあこれは血のね、にじむような努力でしたよ。私ガノン対策してたんですよ。あ、そういうことですか。そう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 、全然な、なんだと関係ない、関係ない、ガノン対策とルール関係ない。え、そう、じゃあガノンを
ガチってた。ガノンをガチってた。ガチったら、対策をね。分かった人いたらコメントで教えてください。寒いんで普通に羽織ります。寒いですよね。寒いですね。寒いですね。でも温まってくれる。まだ温まってないですよ。まだ温まってない。ちょっと本気出す時に脱ぐわ。ハンマー裕次郎みたいな感じで、鬼の顔見える時みたいな。え、それ分かるんですか、視聴者。分かるだろ、全員。めっちゃ分かんない。全員分かるだろ。あ、ここめっちゃでかいな。で、ここで音楽切ったら、収益化じゃない音楽とか出るときも大丈夫。なんか収益化ダメになるんですか。なんか伝説の話だと思ってます。新薬さん別の理由でアウトになるから。その前にアウトになるから。うん、もう関係ないから。その前にアウトになるから関係ない。関係ない。もうさ、気にしてたら負けですよ。負けですね。そういうとこだからね、マジで。そういうとこだからね。だからマジ YouTube かける思いが違うんだよ、やっぱ。みんなに収益化させた。それでも楽しいお届けするっていう気持ちが足りない。負けてたわ。主戦度になってたわ。そう、本当そう。ダメだわ。負けてたわ。お前コントローラー設定やんないといけないじゃねえか。あ、本当だよ。忘れてたわ。攻めてくるのかなって言ったところです。え、すごい。伊藤ひとりだ。え、恋してた。なんで出てきたの。怖い。ね、怖いよ、こっちが。怖いわ。こっちが怖いよ。そんなにコラボ久しぶりなのに。ね、そんなに思われてたなんて。いやー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはね、やばいの、これ。いや、なんかな、めっちゃ入ったことある。これは言ったでしょ。ガノンタイトルも言ってたから。言ってたから。え、ガノンちなみにどうですか。ガノンはビッグ入ったの。マジ。もちろん。怖いわ。行った。もうやだ。ガノン本当無理なんですよね。ちょっとでも久しぶりすぎて。あ、いいじゃないですか。え、じゃあガノンは何がヤバいって。今判定した。これ、これか。違う、なんかもう、え、ちょっとウルフはビフリだと思います。あ、そうなんだ。って言ってた、ガノン使いも。あ、そうなんだ。あ、もうやだ、もう本当に嫌いなんで、もう本当に嫌なんだって。まあまあ、まだ5分なんで、ちょっとマジ。うわー、うわー、やだ。すごい、隣で聞いてるとめちゃくちゃうるさい。ハッピーしちゃった。こっち来る。いえ、よしよしよし。あ、いらっしゃい、いらっしゃい、やだー。いらっしゃい、なんでいかなんてんの。うるさ、うるさ、おやすみーとか言う余裕なかった今。めちゃくちゃうるさだった。ボラゲしてんのかなみたいな。すごいうるさになったよ。まあでも、ダメダメダメ。めっちゃ、めっちゃアピールで。いや、アピールじゃないの。アピールじゃないけど、アピールって言われてる。あまりにも、あ、そう、当たる方がおかしいっていう。いや、当たっちゃったよ。ねえ、ほんと死んね。大丈夫、大丈夫。あ、うまい。リバコちゃん、リバコちゃん本気でやるとちょっとなんか恥ずかしいから、ちょっといい感じでやるみたいな。なるほど。じゃあ女の子までカッコつけたいみたいな。電話がってますか。やばいやばい。まあまあちょっと今投げついておいて、投げついておいて、やだ、本当にやだ。ガロンマジで引き出し、引き出しないんだよね、悲しいことにね。それはそれでちょっと悲しい。もう、あー、本当に、あー、普通に、俺、ぶっ刺してたの、普通に。あれで殺さなきゃもう何もできない。やばい。こっからいけるか。なんでも、ちょっと助けて。いいです。あー、やばい。これはやらなよ、これ。ちょっと、うわ、出た、間違えた。変なことした、変なことした。あ、いいよ、これは、ソーサリスワンちゃん。いやこう勉強しちゃうね。あ、かけてください。おぉ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、怖い。死んでいいよ、死んでいいよ、やだ、死んでいいよ。危ねえ、今変なことやってた。死んでいいよ。やばい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 。これは助けてください。だって言ってきたよ。危ない、ちょっとだけもらいに行っちゃったの、すいません。おやすみなさい。いや、もう、ありがとうございます。
はい、いや、ほんと最悪です、はい、マジでフラグだったスタバってガノンっていう部屋立ってガノンが引くってやばくないですか。本当に真面目にやったあれなんですよ。真面目に、いやでもね、でもうまかったですよ、普通にうまかったですよ。嘘つくなよ嘘です。あれは本当にひどかった。そうですね、まあちょっと気使ってるんですけど、はい。あ、これもね、あの多少使います。マジか、多少使います。マジか、ちょっとわかんないな。もうし、ベルスちゃん。いや、そうですね。まあ反動だけだってのはありますけどね。まあとは言いつつ、つやかさんもでもなんかリフトチャレンジみたいなのしてませんでした。あ、マジで、なんだろう。本当に結構昔ですね。ああ、なんかキャンプチャーボードが使えないみたいな。ああ、そう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 、本当に言ってる。パソコンが壊れちゃった。なんかキャブホが古すぎて使えなくなっちゃったんですよね。だから今大工地からキャブホ持ってきてるんですよ。てか強いな普通に。おちょっと一旦落ち着こうかな。一旦深呼吸しようかな。ちょっと待って。やだ。バナンなんで大丈夫ですマジで。確かに。159。本当に。フラッシュ。まあまあ。ああうまい。ちょっと待って。普通にちょっと待って。ちょっと待ってよ。普通にこれはベースも勝っちゃうかなみたいに思ってたわ。え、いや私も美味しいご飯食べたいんですよ。あー怖い。今はね、なんかよくわかんないことだな。ちょっと待てよ。ちょっと待とうか。やべえ。いや、もうそんなの視聴者さん望んでないんだよ。望んでない。間違えた。おおいはい、おわはい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 、うまい。ちょっと待て、普通にうまい。タンクで。おお、うまい。やった。え、ちゃんと大人げないでよ、じゃあガチ痛い、そんなにじゃあどうしたらいいの。クーゴはかわす。なるほどね。いいよ、そういうの。何が、何、これ、ランディングホースって地上に着く時もね、パンってあるんで。何それ、やば。待ってください、危ない。ちょっとやっぱこれが一番強いんだよ、バナンなんだよな、弊社も。弊社も危な。ぶっと危な。危な。ちょっと持ち上げてくださいよ。やだ、お金払いたくない。払ってよ。払ってよ。女の子の部屋に来ただけでも。女の子の部屋に来ただけでも払う。そうだよ。そういう店なの。そういう店なのここ。マジかよ。ご主人様と遊ぶタイプのメイドカフェだよ。メイドなの。メイドなの。ここ実はメイドカフェ。マジで。オムライスぐらいくれよ、じゃあ。頑張ります。料理はするんですか。なんですか、料理ですか。あ、します、します。ちょっと普通に三立てはやだ。三立てだよ。なんでこんなにバランスできないんだ。あー、やばい。ちょっと、まずい。ダルカさんどうしたの。まずい、まずい。得意ほ、ほ、ビップビップだよ。ビップビップだよ。お金払ったなんか。ビップだよ、代行じゃねえ。代行だ。やめなよ。やめなよ、そっちが。そっちがやめなよ。いやもう、大工さん、大工さん、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。もう、もう一度落としたら壊せるからな。大丈夫。崖強いよ、ちゃんと。いや、ウルフなんで。下投げじゃねえんだよな、しかも多分。危ない。危ない。なんだ今のカス当たり。あれで両親が芽生えてポイントはいそんなね、まずは1000円が、まずは1000円、そうですよ、バイバイゲームなんですよね。そうなんですよね、バイバイゲームで。オッケーオッケーオッケー。でも獲得しました1000円。あんまないな、これベースで負けるってなったら結構いろんなキャラで負けるんだよ。あれ大丈夫ですか。え、全部負けるね、今日全部開ける。至る所にある全て開けるんで。マジで。はい、全部開けます。やばいよ、今日ちょっとやばいものね、さっき見つけちゃって。何それ。やば、あ、これはガチだわ。え、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。マジ映せないと思う。映せないの。モザイク、モザイク。待って、ジヤクさんのチャンネルがよく黄色広告になってるべきで、うちのチャンネルはやめてね、ほんとに。あー、そうじゃん、あの、うち、私が出たってことはそういうことだから。そうなの、人として、まあ、やったことねえ。やったことねえ。なんだよ、このおっさん、来んなよ。やばい。やったことB がオノなんだっていう。そのレベル。やばいよ。そのレベルだよ。いや、もう大福、痛い。まあまあ、でも、演技の時苦手そう。うまい、ちゃんと対策しとる。
シモンは確かにやばい、わかんないですね。いやちょっとな、ちょっと待ってよ、いや待って、いや逃げろ逃げろ、男らしくない勝負しろ、 YouTuber らしくない勝負。あーなんだなんだなんだ、 YouTuber らしくない、確かに。おおおおおお、シモンか、あーまあ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 見たことあるけど、帰れる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 帰れそうだよね、なんか未知、そういう感じだよね、そういう感じだよね、お互いそういう感じでしかキャラを語れない、そうね、でも本当そういう感じ、ちょっと待って、普通にうまい、腹立つ、腹立つ、普通にプレイちゃんでやっても結構いい勝負してたんだよ、いやーなわけないじゃん、でも普通にやった、何勝負してたよね、してないよ、え、あれなんか眠る縛りとかだったね、あ、なんかそんなことはしてたかもしれないな、眠る縛り、なんか1試合に1回眠る決めないと負けみたいな、イケメン、格好つけてジャス化しようと思ったら、格好、マジで格好つけた、シアリやめろ、いやマジでマジでやばい、今の今格好つけてジャス化しようとしてたら女の子の家に来たから、ちょっとちょっとなんか格好つけた方がいいかなって思って、ね、全部ジャス化で受けようって思ったらね、失敗した、なんか何もスライド閉めちゃったね、あんな燃えてたの、いや、羽返してからね、あんたは潜水、海民なんだ、潜水、海民じゃない、潜水な、これ潜水、潜水あれ潜水なの、あれ潜水です、へぇ、はい、お前はどこにいる、俺は帰れる大丈夫これ大丈夫、ちょっと大丈夫、謝った方がいいよ、スチュアシスさんに、女の子の部屋まさぐれなくてごめんなさい、全部まさぐるから今から2000円、だから俺最悪10万出せばいいんでしょ、俺やばいやばい、最悪10万出せばいいんだから、いや嬉しい、何を思ったのか、ジョジョ円かな、やっぱジョジョ円で10万食うって結構だぞ、そうだよね、大丈夫ですか、目薬さすわ、あーいいよいいよ、目薬いいよね、目薬分かる、私もあるんです、おそろちだもん、それ結構さ、入院行ってよ、目薬必須全然言ってない全然言ってない焦り焦り最初女の子の家の緊張から今あのスマブラ勝てねえの焦り、いや嬉しいですね、こんなの中学さんもでもいつまでに上手なんだけど、いやありがとうございます、最初嘘だったけどちょっこみたいな、それはねもうわからんわからんでもキャラは強い、はいはいはい、キャラが強いことは知ってる、ただビップではない、まだまださまだビップではない、まだ触ってないですね、多分キャラ強いのは知ってるんで、はいはい、これはいけるのではないでしょうか、コンボ分からんね、確かになんかコンボ強いイメージありますね、うん、まあ、なんか下京かなんかしとけばいいのかなみたいな、あ横京はあんま見たことないな、むずいなこれが横京なのかと、わー何それ何それ何それ、わかんないわ、うん、僕も月光がなんかしばらく見てないぞ、そうですね、意外と今研究していくと、やった当たってよ、何があるんだ、うわ、何それ、今危なかった、ちょっと落ち死ぬかと思ってたいやでもそうだよね、そうそうそう、手裏剣を落ちたかったんだけど、ね、全然当たんないっす、あれ、当たってんな普通ちょっともう、あーリフレクター出したかった、あんま分かんないけど俺もわからないんだよ、距離やばい、怒んな、お互い心なしか何しろってんのよ、このキャラ全然届かないよ、復帰できるかな、俺これなんか水が、塩が、水が出るんですよね、かっこいい、ちょっとわし、なんか100人も溜まってんだけど、そうですよ、ちょこちょこ上にしてちょこちょこ出てそうなんだよ、ジムスマブラね、当たんないね、結構が2個本当だよ、全然当たんないんだよめっちゃ早いし、ここでしょ、うまーいうまーい、直しかどうか、いや、おし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 出た、あ、よく配信に聞きました、よしおしおし、あ、そう、あ、そう、三つ頃のマネージャー、あ、そうなんだ、うん、へぇ三つ頃のあれで書いてるマネージャー、なんでだよ、
限定じゃんけんや、うなぎってフライト会場までもセットでやるんですけども限定じゃんけんや、かいやうなぎってよくやるんですけど、ちょっとうなぎいいぞ、突破口を生み出した。会場わかるの？全然わかんない。嘘、今の俺の渾身のうなぎわからない。わかんなかった。分かっ、これが欲しいんやろ。わかる、分かってない、うん、だよね、だよね。僕のモノマネはこの松尾さんぐらいですね。誰も分かんないじゃん、そんなの。そうですね、まあでも、まあでもなんか、こう一人だけなんかコメント力、限定じゃんけんやってください。一人だけ、無視してんのにね、ずっと言ってくるの。ちょっとやるよね、そんなこと言われたら。ああ、でもその人のために限定じゃんけんしてあげて。今日もその人のために。何限定じゃんけん？限定じゃんけんはね、あの話すと長くなる。今なら見てました。あのカードでね、あのカードあのグーチョキパーを多分5枚ずつ、え、なんか10枚ずつとかでグーチョキパーを持ってるんですよ。ほう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 。で、あの部屋の中で相談していて、例えばまああの普通にじゃんけんなんですけど、うん、あのグーとかを出す数がつまり限られてる。で、勝ったらあの遊戯王のスターキックみたいに星がもらえて、で星がなくなったら本当強制労働行きみたいなのが限定じゃんけん。出せるのが、かけられてるのが限定。そう、本当はね、ガノンの横 B とかで、横 B ってじゃんけんじゃないですか。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あれで、限定じゃんけんや、うなぎって言うか、あれでやるんですけど、今日に関してはちょっと、わかんないかなって思ってできなかったんですけど。なるほどね、わかんなかったですね。気使ったんですけど。いや、気使うなよ。初デートなんで気遣ったんですけど、やばい最初からそう出していかないと後々あんまうまくいかない。ガチじゃん、恋愛相談。新谷さんよく配信でなんか恋愛相談や、大人の相談でやってますもん。そうなんですよ、あれ別に恋愛相談受け付けてるわけじゃないんですけど。あ、違うの？そうだから恋愛相談でしかないじゃん。あ、そうなのよ、でも恋愛来んのよ。私恋愛知らないのに。知らないの？知らない、私。やばいエピソードいくらでもあるでしょ。で、まあ、やばいのはあるよ。その純愛みたいに知らないじゃん。あ、確かにね、めっちゃ来るんだよ。あ、そうなんだ、うん、おい困っちゃうよ。おしゃれするワンチャンあるじゃん。ワンチャンあるのこれ。怖い、ちょっと怖いね、わかる、この緊張感。しゃがんで、プリみたいにしゃがんでよくとしたけど、イケメン全部当たってるわ。いいよ、来てるよみんな。やだやだやだ、さすがにやだ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 、今なんだ、今なんだ、今の名前だ、わかんない、怖い。何振ればいいんだ。僕も終わんない。今のちょっと怪しかったね。うわぁ、怖いよ。あ、なんだ怖い。なんだ、なんで実家の前で負けるの？キャラが強い。音速の横さん見てこのポーズ。勝ったわ、いいんだな。そうですか。いいですよ。大丈夫ですか？持ってきてますか？持ってきてます。よかった。私の家なんか頭おかしいぐらい。映ってないけど外国に椅子が10本ぐらい机の上に置いてあって。そうですね。10本どころじゃないですよね。なんか。まあ20本ぐらい。そうね。あんま見たことない形。ああ、そうですね。いろはす。色はす見たこと、それ色はす見たことないみたいな、やめてやめて、田舎もう生まれだしみたいな。色はすのパッケージ内版はあれですね。2回負けたらもう引き出しがないよ。本当？うん。じゃあ次金屋さんだったら1万円までするよ。やった！何これ、最終決戦ってことですか？ね、なんかないって言ったから、ないって言ったから調整に入ったんだけど、まだあるね、まだある、まだあるね。ないもう3つ目が最大だと思ってもらっていいですよ、本当に。本当にさ、本当に3つが、まあ、うん、3つ、本当に4で限界だと思う。いや、4で限界、3だわ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 、まあ、カットだろうけどね、今のところもうなんかもう本当に最終決戦っぽくなんですけど、
本当に最終決戦っぽくなっちゃったね。なっちゃった今。まあ、もう一回みたいになるかもしれない、ね。なるかもしれないけどね。僕負けたら絶対もう一回って言いますよ。あ、マジっすか。いや、何それ。もう勝つ気満々なんですよ。なんだなんだ。プリン来い来ない来るわけないじゃん。なるほど。来ない誰だよ、お前。ピント君だね。使ったことないよ。ピント君可愛いよね。かな、でも5回ジャンプできるからプリンだよ。そうなんだよ。5回ジャンプできたらプリン。いい、楽しみろ。よし、4回ぐらいできる。4回ぐらいできる。ああ、いいね、プリン。じゃあ怖いわ。これはいい技。これいい技。確かに。くれる？めちゃくちゃ当たる。守れ。守れ。なになになに。そうだよ。何で守れやってんだよ。あいよいよいよ。あいよいよいよ。あいよいよいよ。やばい。策略にはまってる。いやーこれダメか。うん。やめない。あーもうダメだ。待って、体が動かない。待って、シンプルに置いて、よし、なになに、あいつやばい。オッケー、うわーうわー空が落ちる。ちょっと誰今ね。待って、まだゴール集中。よし、世界一これはね、バッキー、バッキーあ、じゃあ今の、あ、今あのピット君の予告表があのバッキーのトリケラポーツ君に似てるっていう話じゃなかった。違った。すごい知ってるねって思ったんだけど、知ってるじゃん、ちんやくさんって思ってトリケラトップつけ知ってんだって思ったんだけど、違うんだ。そういうこと、全然違うよ、びっくりした。何の話、めちゃくちゃ似てるからね、これトリケラトップつけ。そうなんだ。知らない。いや、ほんと絶対視聴者さん知らないでしょ。ついてこれるやつだけついてこいスタイル。あ、なるほどね。弊社はね、絶対男子高校生がいっさ多いから、そうだね、98%ぐらい男で、2%チンヤクさんなんでね。いや時々、大体元気してるかなって思って見に来てくれるチンヤクさんが 2%。 そうですね、ほんとに毎日のように会社に、ね、社会人と思えない。本当だよね。うん、そうなんで、ちょっと心配ある。しかも朝起きてない、めっちゃ。朝はね、あーでもね、まあ一応やっぱ社会人なんで起きたりはしますよね。もう何時起きたんですか？今日はね、今日8時ぐらいかな。いや、そう。え、だって朝の7時ぐらいにさ、潰れてなかった？あ、あれはね、あの予約投稿。あ、何それ、良くない？なんで？え、それ本当やっちゃいけないことだって。なんでダメだ？朝起きてるふりして。朝起きてるふりじゃないよ。いや、今日さ、もう陳役さんのために休み取ったんだから、平日。え、そうなの？今日フリー休。え、言ってくださいよ。そんなに私耐えたかったんですね。あ、休み取らなくてもいい。なるほどね。あ、やった。どうぞ。ぶっ殺して今ちっちゃい声で言ったよ。あ、でも殺す。ほら、もうそんなの分かってんだよ。みんなやるそれ。みんなやるそれ。雑談変えるか分からなくて今。ちょっと待って、ちゃんとうまい。ちょっと待って。やばいよ。あー。はい。俺、賭けうまいな。みんなやるそんなの。あるよ。あ、なんでお前。あるよ。だよ。あるよ。はい、甘い。優勝。あ、優勝だね、だね。優勝だね。やばい。やだ。上の。あ、すごい。わかるよ。やったね、今甘えすぎる。今のはやりましたね。おい、もう一回だよ。もう一回だよ。二万でいいよ。二万でいい。やったー。やった、2万円だ。なんか違う。次買った2万円。やば。マジカイジみたいな始まってんじゃん。限定じゃんけんや、陳役。タラちゃんも。来ない。悪くない。あ、でも結構練習してた時期を見てます。そう、ちょっと、平気を殺して終わりたいな、腹立つから。やだ。絶対コンボ違うわ。あー、うまい、でも。まあでもなんか決まったし。うわ、うまいわ。ダメ。今、あの、空下入れようと思ったら下 B になった。かわいい、お茶目だとか。あー、もうどうしよう。うまい。うわ、どうしよう。こっから俺の時代や。うわー。ほい。そんな声出せるの？
うん、かわいい。かわいい。かわいいんだよ。ほい、ほい、ほい。ほい、ほい。また結構、なんだろうな。結構ちゃんとしてますね。踊ってるもの、モデルも、踊ってもらえば爆発してたのに。ほんと？ちゃんとやんないと配信怒られますよね。爆発した？俺。言われますよね。言われ、違う、結構厳しいな、鎮圧リスナー。うち言われる。僕めちゃくちゃレバーガット本気なんで、次見せるわ。めちゃくちゃ本気なんで、レバーガチャ。いや、めっちゃ…レバーガチャしたねって。レバーガチャどうやってるんですかって来るぐらいガチャガチャしてる感じなので、レバーガチャ。プロコンで？プロコンで。なんかプロコンってレバーガチャってか、あんまガチャガチャ言わないじゃん、GC 君より。うん。だからなんかやる気ないようにめちゃうと思う。ああ、まあ確かにね。いやでも僕のレバガテはもうやる気溢れてるというか、もう本当に捕まれないから見せる気がないけど。いや、そうなんだよ。こういうの本当にやばい。右手離してボタンこうやってるから。壊れそう。うんとね、まだ壊れてない。いやね、うん、言うてる間に2代目言うてる間にいい作業になってきてるね。待ってないよ、もう最悪よ。もうやだ、負けたくないよ。いじき出しよ、おばさん。あ、ダメだ、お前めっちゃ低いな。無駄に…何お前、火力鬼か。怖い、もう最悪、もう何もできない、もう私大丈夫。死んで。あーあー、もうびっくりしてる。本当に、まあ、私びっくりした。来るね、来るね。ちょっと待って、結構、ティアさんのこと信用してないじゃん、リスナー。そうそうそう、趣味に決まってんじゃんね。すねよね。何を言ってんのこいつって思う、マジで。知らんやついいの？いじきめだな。そう、別に知らんやついいのですかね。ティアさんは経験してます。してます。もう、そういう余地なかった。今やってるふりしたよね。つかまれたとき、さっきやったけど、つかまれたときはさすがに反応できん。あ、まあね、だからこう、なんかね、ガチなやつ、あのロボットの下投げとか似たりしないか、話しますよ。あ、もうやだ、なんかいやらしいおじさんとなると。おじさんって言ったらね、モザイクかというガチのおじさんと思われるから、それに気にして。マリオ、マリオ、マリオね。マリオみたいな。ライブではなくてね、そう、うん。やばいやろ。だいぶ先生に転んでた。いや、言われ、おかしくないで、ちんやくさんそんなこと言っても全然。おかしくないですか？やばすぎです、そんなこと。言わないよ。おいしょ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 。あるぞ、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 あるぞ。あるぞ。怖い。ちょっと待って、今スマブラバフらなかった。今俺やったよな。なんだっけ。あれな、あるな、急に。会議が出たらちゃんと感染は収まるというところですけど、はあはあ、そのままの気に入れてください。やばい、騙されてるの、リスナーとかに。騙されてるから。マジか。まあ、3勝3敗ですか。本当に面白いことなんもないですよ。本当に面白いことなんもない。なんもないよ、本当にないんだよ。いや、あんたは逆になんかちょっと気まずい雰囲気だよ。さあ、これ金脈さんのお家のね、なんかあのいっぱいキーホルダーがあって、まあ、あの超有名 YouTuber。
そうですね、コラボなう。さあということで、でもね、多分ね、なんか私が来るにあたって絶対引き出しなんか隠してると思うんですよね。はあ、はあ、引き出しにね、はい、なのでちょっとね探らせていただきたいなと思って、じゃあまずそのなんか配信スタイルの下の2つをちょっと見させていただいたんだなっていう思いますね。本当にマジなんだよなこれ。本当にマジだから。そうね。じゃあ右から右からいきますか。え、これ何だろうね、何重くない？何金塊とか入れてる？いや入れてない、金塊入れてる。いやまあなんか作ってねって、ニードルフェルトで自分でモルカーが作れるっていう。作れよ。時間がなくて作れないんです。作れよ。これあのレシート入れる。フリーランスだからね。そうね、フリーランスだからね。そう、経費でね、落とせるものね。税金節税してます、ね、ちゃんと節税します。これも節税帳かな。あー、そうですね、うん、何も入ってねえや。みんな何も入ってねえや。え、かわいい、何これ。これは、はい、ゲームリアルっていうなんか宣伝みたいなやつで、ごめんなさい。いや、何これ。はい、あ、なんか歌のアルバムの時のグッズですね。うちのちゃんと、やめろやめろやめろ。うちの、何何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 あ、ダメじゃん。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。うちのチャンネルで宣伝すんなよ。ごめんなさい。こういう形で。え、なに、完全に書類じゃん。これ何？これはね、多分見ちゃダメなやつだ。あ、見ちゃダメ。違う、多分ね、表のやつはね、なんか給与明細みたいな。この辺はあれかな、書類関係かな。なんか入ってる。開けてみる。あ、可愛くない？いいでしょ。これですね。ちょっと撮るの慣れてなさすぎて、あの見るのに集中しすぎて。でもこっちに避けてる。あ、やばい、ガチで入ってんじゃん。ちょっと待って、これ何？僕はめちゃめちゃ本名書いてた。本名書いてた。ちゃんと写しちゃダメなやつある。めっちゃ可愛くないですか。これ可愛いですね。これあのよくあるスケッチブックのあれですよね。そうですそうです、うん、それの全然写してねえな。よくあるスケッチブックのあれですよね。パンツではないからね。ちょ、これさ、ほんとさ、なんかあのブラかと思ってさ。え、え、みたいな、え、みたいな、だからちょっと普通に手袋か。あ、そうですそうですそうです。なんでブラ入ってんだって思って。やばいね、ここね。あの本当に入ってると思わないから。あの、なんで僕こうやって画角ずらしたかって言ったら気使ってたんで。いや、優しいですね。ちょ、こう見てください、社長さん。それにしか見えなくないですか。はい、これはまあ手袋でしたか。そうですね。いやー、よかったです。特にやばいものは。特にやばかったら入ってない。何この人、ブラ仕込んできてんじゃん。思ったけど違ったか。期待の方向とは違うガチでやばいわ。あ、そうですねそうですね。本業と領収書、企業明細と。これもなんかね、これもね、これはね、そんなほんとガチガチだよ。なんか何か機材紹介みたいなやつ。企業案件ですか。これね、あの動画に映ったら経費で落とせますよ。あー、やったー、全部経費だ。いや、ね、なんか結構でもね、うん、気になる書類はあってさ。あのこれ映しちゃダメな。一応ね、ここのなんか封筒がね、あの結構多分映しちゃダメなやつで。そうですね。そうですね。なんであなたどんどん映しちゃダメなやつを。あのまあまあっていう、なんかあの結構個人書類みたいなのがありますね。そうですね。はい、これなんですか。ピカチュウのシュシュです。ああ、いいじゃないですか。めっちゃ可愛いでしょ。可愛いって言ってる間に絶対使ってないだろこれ。ああ、なんかね、当たりすぎちゃってね。保存用です、それは。あ、そういうことか。だって1年前の夏祭りの景品をまだなんか使ってる。当たり当て方やみたいな。あれ、こういうの、こういうなんか廃れ具合あるよな。これメルカリで言ったら結構高値で。え、そうなの。別に転売屋とかじゃないから。そういう商品だからさっきからなんかそういう方向のヤバさないよ。あ、なるほどね。うん、まあ、ここもなんかこうあれだな、このあら、いたかと思った。すんかなって思って。結構すんかなって。いやいやいや、違うんですか。違うんですよ。USB ですね。そうか。いや、そうですね。あと確定申告書類とか。フリーランスなんですよね。フリーランスなんですね。いや、まあフリーランスじゃなくても僕フリーランスじゃないけど、あの、ね、しなきゃいけないんですね。しなきゃいけないんですけどね。はい、しっかりやってるよっていうのが証明できたのかなって。はい。で、申告ややこしいですよね。まあそうっすね。なんかあの、え、カードさっきも入れたじゃんみたいな。あの往復やったことある人わかると思うんですけど、反復よく時満ちしてるみたいな気持ちですよね。勝手申告。え、なんでそんな往復するんですか。え、なんかでもマイナンバーカードを。はいはいはい、この読み込んで、
なるほどね。お前さっき読み込んだじゃんみたいな感じで、はい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 、10回ぐらいは読み込まされました。マジで？え？あ、ちょっと、じゃあなんか僕のお目当てのもんなかったんだよな。1個目になんかブラかなって思ったんだけど、いや、ブラないみたいですね。クローゼット1でいい、開けていいですか、ちょっと、ちゃんと開けちゃっていいですか。これも最新薬さんのクローゼットですよ。なんか怪しい何かがあるかなっていう期待感があるので、はい、ちょっと開けさせてもらって。何があるかちょっとわからない。入ってきた時にあのソファーの後ろに隠れてたんですよ。ちょっとやらずみたいになるじゃん。いや本当に本当になんか見せたくないもん全部詰めたんかなみたいな。ということでちょっと開けさせてもらって、なんだろう、サンタコスみたいなのが。ああ、そうですね。サンタさん。ありますよ。え、着るの、珍薬さん、これ。あ、去年の配信で。着てたくない、配信で。はい、着ます。これ、あれじゃん、配信で着てたやつじゃん。そうです、そうです。やば、なんか、しれっと衣服。しれっと衣服じゃん。触らないでもらって。いや、がっつり、がっつり、がっつり触ってる。うん。うん、ここ何入ってるんですか。これですか。はい、開けますか、じゃあ。ここ何だこれ。あ、服です。お、なんかなんでこれタグついてんだろうね。タグついてる。なんで俺が聞きたいよ。ねえ、これでも結構割と確かにちょっとヤバいのあるかもしれん。ちょっと大人のおもちゃとかあるかもしれん。大人のおもちゃあるの。あったらごめんなさいね。大人のおもちゃあるの。いや、いいよ別に。ほんと？いいよ。ちょっと嬉しそうなんだよ。大人のおもちゃあるの。やめなよ。だからなんで今超嬉しそうじゃん。え、ドンキみたいな。まあ確かにドンキと同じ香りはするけど。確かに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 。ちょっとあの世紀末の香り。ちょっとパンパンだからここ絶対使ってないでしょ。パンパンだよ。おかんとか見たら捨てなさいって言うでしょ。言わない言わない。本当になんか怪しいもん引き出しありそうだなっていうふうに思って見たけど、まあ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 、鈴宮春日ですね。春日ですね、うん、いつ使うの。これも配信でね、来ました。これ配信来ました、うん、来ました。ホームステーション旺盛ですね。意外とね、僕もなんかこうやった方がいいんだ。そうですよ、うん、なんかあ、ちょっちょっと待って、ゴミ屋敷みたいになってんじゃん、うちの部屋。ねえ、やだ。なんかあのペットのペット系のやつかですね。なんかあれだな、なんか意外とね、そういうおもちゃとか出てくるかなと思ったら、いや意外としっかりしてましたね。そうなんですよね、意外と。いや、ほんとそうなんですよ。俺が実家暮らしか。あ、そうなんだ。実家なんですよ。実家って言ってよかった。あ、全然いいです。全然言ってますよ。あ、ということでね、珍薬さんのクローゼットはコスプレグッズだけでした。コスプレグッズ、ちょっと待って、見てほしいのがあるんですよ。なになになに、これはスプラトゥーン好きですか。スプラトゥーンはね、知ってるレベル。あら、これわかりますか、ジャッジ君。ジャッジ君の、あ、こういうね、ギアがあるんですよ。これやばくないですか。え、これ何、なんかスプラトゥーン好きが見たらもっと発狂してる感じのやつ。わーってなりますよ。わーってなるの。わー、俺もこの服着てたわーって。それでも僕のプリンちゃん T シャツと同レベルじゃないですか。いやいやいや、全然違うよ。え、同レベルでしょ。全然違う。え、もうなんならそうだな、なんて言うんだろうな、ベレトスの服がここにあるみたいな、うん、ベレトスの服がここにあるベレトスの服がここにあるだと。そうですよ、これそれはやばいじゃないですか。それぐらいの、うん、わーってなんか、あ、これあるんだみたいな。スプラトゥーンってイカのゲームじゃなかったは？猫じゃないの。スプラトゥーンって書いてあるでしょ。いや、こいつは猫でしょ。これはジャッジ君の元祖の力は？いや、じゃないよ。何、もうやめるわこの話。やば、何なの。ジャッジ君の知らない、トムとジェリーじゃんそれ。やばいやばい、あの炎上した方がいい。あ、でもあれじゃん、なんかこれあの、あーじゃあこれ見たいですか。これちゃんとやばいもん出てくる。ちゃんとこれはちょっと共演水着ですね。ちょっとひ、いや、ちょっとなんかこう、あ、そういうことね、そういうことね、共演水着。一番やばいもん出てくる。いや、なんでだよ、普通だろ。いや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 、なんで共演水着。私プールが好きだからあるんです。サムネ用にこう入ってちゃんと撮っとくか。サムネ用でもあれだな、ソファーね、これただの僕の鑑賞用。これただの鑑賞用。これただの鑑賞用になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。なんかあれだな。
思ったよりもなんか普通でしたね。いやめっちゃ普通っすね。普通だったな。いやマジで普通なんもないよ。え怪しいんだよ。ギャラティみたいなやつだよ。何が何が漫画ですちょっと宣伝みたいなやつなんか何か最初に薄い本とか出たらどうしようって言ってて本当に薄い本あんのかなって思ってた本当に薄い本出たからって思って薄い本って僕薄い本買ったことないんですけどこれガチ薄い本ですか。これはあでもこれは私がちょっとキャラクターの声を書いてくれたあの作品の漫画本ですね。プロモーションプロモーションタグつけないといけないから本当だよさっきから人脈チャンネルの宣伝になってんだよただの報酬を取らないのもただの宣伝になってんだなんか損した気分だな。まあ、すく水が見れただけよかったな。そう、すく水が唯一のね、はい、うちの部屋にある、はい、唯一のものでございますいいっすか。どうしてますか。ごめんなさいはい、ということで皆さん見えますでしょうか。うちでも企業で生きてる配信者は大変なんですよ意外と来るからね、アンチコメント心にあの別にあのコメントでこうなっちゃったわけじゃない違うあのそういうわけじゃないあの企業に興味があってあそっちあメンタル限界の時にはどう起業したらいいのかなってそういうのあまり売れないでいきますねそうでもこそういう本結構いっぱいありますないこともいっぱいあります。衝撃的だったな。結構いっぱいあります。そうですね。そう、私は繊細なので。繊細な人の心が折れないので。相談乗ろうか。じゃあ、あの勉強してたんですよ。そういう系のね、メンタルヘルス系の勉強してて。あのどういう人がいるんだろうなっていう感じを勉強しましたよまあ確かに自分でこうなった時は読めないですよねということでちょっとそっちの方が勝利あなるほどねちょっとエンディング取らせていただいてはい、じゃあ陳薬スパリングでございましたはい、ありがとうございました。はい、今日はわざわざねあの家で撮影させていただきありがとうございましたそれが一番やばいよ初対面であの女性の家に来て、うん、スマプラさせてくださいって言ってくるっていう、うん、またもぜひそういう誘いだと思います。いややばいです、ほんとに、はい、で、まさぐられてね結構、なんだろうなでも一番やばかったのは、うつでも起業で生きていくあー、それが良かったですか意外と、なんか裏を見たみたいでそっかそっかそっか、やっぱ全然、そんな時もあったなみたいな感じですね、はい、優しいコメントの方、つみやさんの方にはい、よろしくお願いします、ほんとに。はい、ということで、じゃあ今日はありがとうございました。あ、ありがとうございました。それでは皆さん、つみやさんのチャンネルの方の登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆さん、最後からおやすみにしてもいいですか。いいです。なんかポーズがあるんですか。いや実写撮ったことないからあんまりなるほどね、ポーズがありますね。ないですじゃあまあ適当にいきますか。じゃあチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさーい。おやすみー。僕もおやすみなさいって言っちゃった。やばいよね、なんでおやすみなさいなんだろうと思っておやすみー。